こんにちは。今日の講義は書籍ヒューマングルメンタリーをもうまい店番組公式ファンブックです。この書籍は中京テレビが制作した人気テレビ番組ヒューマングルメンタリーをもうまい店の公式ファンブックで2023年12月14日に発売される予定です。ヒューマングルメンタリーをもうまい店は単なる飲食店紹介の枠を超えた心温まるストーリーを届ける番組です。この番組は視聴者に食事を楽しむだけでなく、食を通じて人々の人生や思いを感じさせることを目的としています。日本全国を巡り、個性的な店主やそのお店の魅力を掘り下げていく様子は、視聴者にとってまるで旅をしているかのような感覚を与えてくれます。番組の魅力の一つは、紹介される店主たちの人間味あふれるキャラクターです。彼らはそれぞれの人生を歩んできた背景があり、その経験が料理やおもてなしに色濃く反映されています。例えば、ある店主は家族のために料理を学び、別の店主は夢を追いかけて飲食業に飛び込んだというように、彼らの物語は視聴者に感動を与えます。こうした人間ドラマが、ただの食事を超えた特別な体験を生み出すのです。また、番組ではおもてなしというテーマが重要視されています。日本の文化に根付いたおもてなしの精神は、単に食事を提供するだけでなく、訪れる人々に心地よい空間を提供することにあります。店主たちは訪れたお客さんに対してどのように心を込めて接するかを大切にしており、その姿勢が視聴者に強く伝わります。おもてなしの心は、料理の味だけでなく、店の雰囲気やサービスにも現れ、訪れる人々に特別な体験を提供します。さらに、番組は地域の特産品や伝統的な料理を紹介することにも力を入れています。日本各地にはその土地ならではの食材や調理法があり、それぞれの地域の文化や歴史が反映されています。視聴者は単に美味しい料理を楽しむだけでなく、地域の魅力や文化を学ぶことができます。これは食を通じて日本の多様性を感じる貴重な機会でもあります。このようにヒューマングルメンタリーをもうまい店は、食をテーマにした人間ドラマと文化の探求が融合した非常に深い内容を持つ番組です。視聴者はただ料理を楽しむだけでなく、店主たちの思いや地域の文化を感じることで、より豊かな食体験を得ることができます。この番組を通じて、食の楽しさや人とのつながりの大切さを再認識し、日常生活においてもその精神を大切にするようになるでしょう。また、視聴者はこの番組をきっかけに、実際に訪れたくなるような魅力的な店舗を見つけることができます。番組で紹介されたお店を訪れることで、テレビで見た店主や料理に実際に触れ、彼らのストーリーを自分の目で確かめることができるのです。これは、視聴者にとって新たな冒険となり、食を通じた素晴らしい体験が待っていることでしょう。このように、食を通じて人々の心をつなぎ、地域の文化を再発見させてくれる、非常に価値のある番組です。視聴者は、料理の楽しさだけでなく、その背後にある人々の思いや地域の魅力を感じることで、より深い食の体験を得ることができるのです。食事をすることが、ただの栄養補給ではなく、心を豊かにし、人とのつながりを深める大切な時間であることを、この番組は教えてくれます。本書は毎週火曜日に日本テレビ系で放送されているこの番組の内容をまとめたもので、全国各地のユニークな飲食店やその店主たちの魅力を紹介しています。番組スタッフが日本全国を巡り、個性的でおもてなしが素晴らしい店を発掘し、その情報を一冊にまとめたものです。本書の構成は非常に興味深く、まずは番組でおなじみの店主たちの取り下ろしカットが掲載されています。これらの店主はただ料理を提供するだけでなく、独自のサービスやおもてなしのスタイルを持っており、訪れる人々に特別な体験を提供しています。さらに、惜しまれつつも閉店してしまったや、スパゲティ夢の中へのおしどり夫婦の現在の様子も収録されており、視聴者が愛した店の歴史を感じることができます。また、本書では番組制作の裏側も詳しく紹介されています。どのようにしてユニークなお店を見つけ出し、取材を行っているのか、そのプロセスを知ることで、番組の魅力がさらに深まります。スタッフの熱意や苦労が伝わってきて、
視聴者としても親近感を持つことができるでしょう。加えてドキドキワクワクするような魅惑の断面グラビアも掲載されており、視覚的にも楽しませてくれる内容になっています。これまでに放送された100店舗以上の情報が掲載されており、読者はこのファンブックを片手に全国のおもてなしすぎてうまい店を巡る旅に出かけたくなることでしょう。各店舗の特徴や料理の魅力が詳しく解説されているため、実際に訪れる際の参考にもなります。このようにただの飲食店紹介にとどまらず、店主の人柄やお店の雰囲気、さらにはその背景にあるストーリーまでをも楽しむことができる一冊です。このヒューマングルメンタリーよもうまい店番組公式ファンブックにはさらに多くの魅力的な要素が詰まっています。まず番組で取り上げられた店舗の情報が非常に詳細に記載されている点が挙げられます。各店舗の紹介では料理の特徴やおすすめメニュー、さらには店主のこだわりや店の歴史についても触れられています。これにより読者は単に店を訪れるだけでなく、その店の背景や文化を理解し、より深い体験を得ることができるのです。さらに各店舗の写真が豊富に掲載されているため、視覚的にも楽しむことができます。料理の美しさやお店の雰囲気を感じ取ることができ、まるで実際に訪れているかのような臨場感があります。特に料理の断面グラビアは食欲をそそるだけでなく、料理の技術や美しさを際立たせています。このようなビジュアル要素は読者の興味を引きつけ、実際に訪れたくなる気持ちを高めてくれるでしょう。また本書では番組の視聴者から寄せられた感想やエピソードも紹介されています。これにより視聴者がどのように番組を楽しんでいるのか、またどのように各店舗とのつながりを感じているのかを知ることができます。視聴者の声は番組の魅力をさらに引き立て、読者にとっても共感できる要素となるでしょう。さらにファンブックには特別なインタビューセクションもあり、店主や番組スタッフの生の声が聞ける貴重な機会が提供されています。これにより彼らがどのような思いでお店を運営しているのか、また番組制作における苦労や楽しさを知ることができます。こうしたインタビューは読者にとって新たな視点を提供し、より深い理解を促します。このファンブックは単なる飲食店のガイドブックではなく、食を通じて人と人がつながる大切さを教えてくれる作品でもあります。美味しい食事を共にすることは家族や友人との絆を深める素晴らしい機会です。本書を通じて読者は食の楽しさだけでなく、人とのつながりの大切さを再認識することができるでしょう。このようにヒューマングルメンタリーよもうまい店番組公式ファンブックは食の楽しみを広げるだけでなく、人々の心をつなぐ一冊として多くの人に愛されることでしょう。ぜひ手に取って心温まる食の旅に出かけてみてください。読者は様々な素晴らしい体験を得ることができるでしょう。まず全国各地のユニークな飲食店を知ることができるため、食に対する興味が広がります。普段訪れないような場所にあるお店や知らなかった料理の数々を知ることで、食の世界が一層豊かになります。これにより日常の食事がより楽しく特別なものに感じられるようになるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライズアップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライズアップでは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、
週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。